番組最後は名古屋市中区栄にあるホテルヴィラ栄店。名古屋の中心にあるホテルヴィラ栄店では、リーズナブルな価格でどのお部屋も居心地のいい癒しの空間を演出しています。うどん食べて、どう？おいしい、さっぱりしてて、だしが熱々やね。だしがすごいやろ。肉のね、これ醤油だしじゃないですよね。いや、醤油だしなんだけど、一応醤油ですよ。肉で煮込みがすごい。そうですね、はい、肉汁がすごいんだ。美味しそう。いいですか？うん、わかる？美味しい。わかるやろ？肉汁がすごいんだ。肉汁、うん。インスタントだったら、インスタントだったらさっぱりしすぎとるんだ。グッてやっとるよ、これ、調理人が。いやでも、いやでも朝食べたくなるから。朝食べれる、うんうん、さっぱりしてるけど、うん、でもやっぱりね、スープが違うわ。ちょっとあの、塩だれカルビの。いい、塩だれカルビ。どう？うん、おいしい。塩だれです。めっちゃ普通やん。うん、とか言うとこまでは。味濃い、味濃い、うん、ご飯が進むやつです。ちょっとこの黄金唐揚げ、うん、あ、これつけちゃう。いや、それやめた方がいいじゃないですか。さっき食べたやつの。あ、来ました。ピラフと牛すじカレー。うわ、このカレー美味しそうよ。やばい、これ食べてください。これやばいと思う。うわ、なんかこれ JAL のあのカレーみたい。桜ラウンジの、うん、あれどんだけでも食えますよ。いや、これその感じ。ミヤわかる？あ、ミヤわかる、わかるでしょ。わかるんです、わかる。匂いで福神漬けもちょっと。あのね、わかるんだ、このね、このね、この濃さ。このやっぱりダラッとしたやつ、固まってないもん。いや、でもこのうどんもうまい、本当に。ちょっとこれいい？これちょっといいな、これあんまり食べれんの。食べて。いただきます。うん、うん、よく食べるでしょ、いつも。はい、食べるでしょ。こんだけ細かったらよく食べないと。いや、意外に女の人は安とっても食べます。よく食べる。いや、すごい美味しい。そういうことだよね。はい、よく食べるでしょ。はい。ちょっとおっぱいないね。食べた、今やばいっすよ。いやいや、もっと食べてもらわんと。発言が、いや、食べてもらわないと今日がつかない。今日頑張った方なんですけど。入れとんの？パッとかなくて服じゃないですか、これ。ちょっと服がちょっとダラダラしてる。ちょっと俺これピラフ。おっぱい大きく好きなんですね。ちょっと待って、せっかくなんでフォークで作った方がよく取れるね。もうちょっとね、胡椒あったわ。厳しい発言が出ました。味が薄いってことですか？味がね、いや、関東の人はいいと思う。関東の人はいいと思う。あ、僕らみたいにこういう味に慣れてると。そうそうそう、味噌煮込みうどんとか味噌カツとか食べる味に慣れてる人はちょっと薄いかなっていう。ちょっと食べてみ。いや、ちゃんと俺本当のこと言うでね。そうそうそう、うん、送信と来てもらった人がね、あ、加藤さん言ってること全然違うね。いや、あれもね、困っちゃうもんね。今日はでも美味しいが多い。うん、うん、なんか物足りんかな。こんなもんか。ピラフってこういう感じなんですかね。本来はそうですけど。そんなもんか。間違えた。チャーハンと間違えた。チャーハンとピラフと違うんだ。チャーハンを炒め飯をイメージしてるわけ。ああ、そういうことか。他にも個性あふれる部屋を提供。身支度の時間に追われることなくゆっくりくつろげる、女性には嬉しいホテルヴィラ栄店の特徴です。その他、メンバーズ会員になるといろいろな特典がついてきます。ホテルヴィラ栄店、ぜひ来てくださいね。